というわけで、超教育、教科オンラインランチ新報も毎週続けているところですけども、今回は保護者の声です。実はアンケートでも保護者の声、実態の皆さんがどういうふうに思っているのか知りたいっていう声がいくつもいただいていました。ですので本日は世田谷公教育における ICT 利活用を考える会代表の吉澤さんと、中央区立小中学校オンライン教育を考える有志の会の平井さんにお越しいただきました。ざっくばらんに実態としてどうだったのか、それに対して保護者はどうアプローチしたのか、今学校はどうなっているのかということについてお話しいただきたいなと思います。では時間が限られているので、まあ、早速ですけど平井さんからもうすでにちょっと思いの丈を聞いてますお願いします。はい、はじめまして、私、中央区立小中学校オンライン教育を考える会有志の会のメンバーの、平井美和と申します。仕事は国際協力というか、途上国の方への、まあ、教育とか各種支援等を検討する ODA を実施する団体の方で業務をしております。はい、そういう中で、まあ、ちょうど自分の仕事の中で各国がロックダウンしていく中で、子どもたちの学びを止めないためにどういうふうに ICT を進めていくか、南アジア担当してるんですけども、ネパールとかパキスタンとかでどういうふうに止めないでおくかというところの議論をしていて、ふと自分の子どもを見たら全くオンライン教育をなされないまま、2月26日でしたっけの、学校閉めます、はい閉まりましたっていうのを衝撃を持って、横で見ていて、で1ヶ月間完全に、放置されて、はい、宿題だけを、やるのかやらないのかよく分からないまま、4月を迎えて、4月になったらホームページに突然なんかこれをやりましょうっていうのが出てきて、5月になったら急にページにダダダダダとこう1枚ずつ PDF が載って、それを一生懸命子どもと対応していた状況です。はい、で、この中国小中学校オンラインを考え教育を考える有志の会というのは、はい、このような、まあ、取り組みをやろうという経緯からご説明させていただきます。その2月の、一度まあ、学校が止まりましたと。で3月はほとんど何もなされないまま、4月もそのまま新しく始まらないまま進んでいる中で、ちょうどハフィントンポストでしたっけで、まあ、記事が出まして、で全くオンライン授業導入予定なしというのが中国が出まして、で、ちょっとこれだとどうすればいいんだろうという言葉を皆さんでちょっと保護者の間で話をし始めまして、で、それで23区内で、まあ、実施予定なし、中央区なのに、あれお金あるんじゃなかったっけこの区というふうに私たちは考えていたので、はい、急いで、じゃあちょっとまずは保護者がどういうことに困っているのか、どういうふうに対応していけばいいのか、何を私たちは求めているのか、これ私たちの前だけの話なのかというところを思いまして、急ぎ緊急アンケートを実施したという状況です。で、実際じゃあ、4月23日から5月6日の12時まで、まあ、ゴールデンウィーク前後にアンケートしたんですけども、もともとは数人での立ち上げだったんですけども、有志の会はもう11人ぐらいメンバーになりまして、その人たちがまあ LINE や SNS を通じて知り合いの保護者に声をかけていくというアプローチを取りました。で、保護者1567、はい、で、そのうち、まあ、小学生がほとんど1516人で、中学生が179名ということで、まず賛成かどうかというところについてはもう 95.1%、まあ、このアンケートを取ったのがもうほぼ学校が閉まって2ヶ月ぐらい経っている中で、まあ、本当に保護者の限界が出ていたところ、あとまあ子どもの学習、あとやってること特に中国っていうのはもう目の周りにすごく塾とか民間学童っていうのがたくさんあるので、まあ、やってることやらやってない子の差がすごい出ているという差が出ていました。で、実際は、まあ、で反対の理由については、まあ端末がない、パソコンがないというところで理由が、まあ、やれないということでしたけども、 95% も賛成しているというところが私は非常に驚きを覚えました。で23日にアンケート開始しまして、まあ、わずか、まあ、3日間ぐらいですかね。で、まあ、本当1300人ぐらい超えた回答が来るというところで、関心の高さも非常に知ったところです。で、ほとんど、まあ、ちょっとこれは、まあ、
特に、スマホでつながった人たちなので、まあ、そういう回答にはなると思うんですけども、ほとんどの家庭が自宅においてインターネットを使用できる環境であるというところは確認できております。できました、この時点で。で、7割強の家庭が、まあ、パソコンやタブレットもあるということで、あ、じゃあこれは進めれるんじゃないかなというお話を、ちょうどこれをもって会の方でも話していたところでした。で、オンライン教育の内容やアイデア、この資料についてはまず保護者の人たちにその、何ですかね、皆さんの自由記載をしてもらって、まあ、双方向でやり取りになるやっぱオンライン学習、子どもたちの見守りというところをやってほしいですとか、まあ、他の区でもすでに朝の会とか民間の、私立の学校とかでは、実際に、Teams や、まあ、Google クラスルームとかを使った朝の会とかが進んでいるという話がどんどん出てきていた頃だったので、まず朝の会や、まあ、学校のつながり、学習リズムの維持というところでやれないかというところを多く意見が出てきました。でやはりその2ヶ月ぐらい放置されたというところなので、中国に対してはまあ早急な対策を求める声が非常に、強い声が出ていました。で、まあ、でこの資料については、この一式の資料を、まずアンケート結果を中央区の方にきちんと届けようということで、ちょっとこういう形で資料をまとめたんですけども、やっぱ中央区に住んでる人間としては、やっぱ他区なり他の県がかなり進んでるっていう情報の中で、自分の区だけ進んでないということに非常にショックを受けまして、非常に、まあ、これからまたさらにアップデートされてると思うんですけども、4月時点では、まあ、このような形で、例えば広島県では Google アカウントちゃんと確保して、遠隔授業は進んでるとか、熊本がまあ非常に先行的に進んでいましたけども、電子黒板の導入ですとか、実際にビデオ会議、ビデオ授業というのが進んでいるということが、確認できていたので、まあ、こういうふうに他の区内自治体は進んでますよねというところを中央区の方にこの資料を持って説明させていただいておりました。で、ちょうどこのメンバーの中に、私たちのメンバー、私はその、こういう国際協力とかをやってる人間なんですけども、まあ、例えばFacebook で実際に、まあ、やってる方とか、マイクロソフトでコンサルタントやってる方とか、あと、実際にリクルートで今回のオンラインの教材作ってる人たちとか、まあ、いろんなメンバーが集まってきまして、まあ、オンライン教育って言っても、そもそもデバイスがないところからどういうふうに進めたらいいのかというところで、まあ、こういうふうに実施したらいいんじゃないかというような区への提言も含めてまとめてまいりました。まずは、まず学校の方からきちんと子どもたちに声かけをなりメールなりしてほしいというところ、あとオンラインホームルームを開催してほしい、でオンライン授業というふうに、こういう形で一歩一歩ちゃんと政策を進めてほしいというような形の提言をしました。これは他区なりの、他の自治体の取り組みとかを参考にさせていただいた状況です。で、こういう中で、まあ、中央区の方もすごく大変だと思うので、まあ、やっぱり難しい子どもへのインパクトやとか実現の難易度っていうのは分かってますよと、その中でできることありませんかというちょっと対話用にこういう資料を作った状況です。でもっとこう、中央区の方にはなり学校の方にはいろんなオンライン教育で活用できる無償サービスありますよと、なのでぜひ活用していただきたいということを説明させていただいています。で、通信環境っていうのも例えば家庭で端末が利用できない児童生徒の端末ですとか、通信環境が整わない家庭への支援策っていうのは、いろいろ学童で参加するとかですね、学校にある端末を対応するとか、あと PTA と一緒に端末リユースの仕組みを作るというようなこともできるんじゃないですかねということも提案させていただいておりました。で、実際になかなか学校で学校がまず先行して取り組むのが難しいということでしたので、日本橋の方でPTA が中心になりまして、オンライン朝の会というのを始めていただいたのと、佃島小学校の方でもPTA が中心となって、各学年と学校探検ツアーというのを、まあ、この休校中に1回やろうというふうに提案していただきました。こういう形でいろいろ進ん、この期間はじゃあ進んでいくのかなと私たちは結構この時点で期待をして、で、その中で、実際に、中央区の方からは私たちがこの出した提言の直後にオンライン環境学習の環境調査っていうのがバッと行われまして、家に端末がありますかありませんかという調査だけなんですけども行っていただきまして、あと各学校にオンライン朝会っていうのをやってくださいというのは5月中に、まあ、せめて週1回という通達が出まして、それは行われたという状況でした。
で6月にも学校が再開されて今に至るという状況です。で、その後じゃあ何か進んでいくのかなと思って私たちもあの保護者の方も特に、まあ、この結果をもって一度あの5月の、ゴールデンウィーク明け8日ですかねに一度あの中央区と対話をしまして、で中央区の方としてはあのまずは端末の整備が先ですというような回答があって、じゃあまず端末を整備でそれは9月までに端末を整備していきたいと思いますという回答が来ていました。で私たちはじゃあその後、まあ必要なこととしては、まあ、教師への ICT トレーニングとかサポートデスクってやってがあの学校の先生たちに丸投げしないようにしないとすごく学校の先生大変ですよですとか、あとやはりそのオンラインの中での教材を使うにしてもその使えるようなそのなんか、まあ、教師への、実際 の, そのサポートですとか、あと区の方がやっぱ不安に思っていたのが端末のない家庭のサポートというところでしたので、そこは PTA なりが一緒にやっていけますよねというようなあの協議をさせていただいたんですけども、ちょうど先週 の, あの日経新聞の方であの、まあ中央区の方は年度内全生徒への端末の配備難しいというちょっとニュースがあの日経の方で23区の取り組み状況というのが出まして、ちょっとそれをもって今ちょっと会としてもどうしたらいいだろうねというのをちょっと今話し合っているところです。やはり、まあ、区と話し合っててすごく感じたのは、まあ、区の方はやっぱりそのこれまでそのあ区と話し合った時にですね、私たち の, その一緒の会のメンバーであるマイクロソフトのコンサルタントの人たち と, ちょっと一緒に話をあのしようということで、あの CSR でそのマイクロソフトとしてもサポートできますよとか、あの他の民間企業からもサポートできますよという提案をさせていただいたんですけども、区としても多分こうどの業者とどうやっていけばいいのかというところは多分結論が出なかったのかなというところと、あと端末を配備しないとやはり難しい、あと学校の中の Wi-Fi の整備とかがなかなか進まないという問題にまだぶち当たっているのかなというふうに感じております。中国としてはちょっとなのでなかなかこれ以上まあ進展していない状況ということに対して、まあ会としてはもうちょっと PTA とかと一緒にやっていけないかとか、もう少しその子供あの今コロナの感染がまた再拡大している中ですので、まあ、子どもたち、まあ、学校がいつ休校になるか、1回休校に例えばクラスが休校になると2週間は今回だと行けなくなってしまう可能性があるので、まあ、学びを止めない取り組みっていうのをどういうふうに学校と一緒していけるか、保護者として学校を手伝っていけるか、やはりこう学校なり区に丸投げせずにちょっともう学校、保護者も一緒にやっていけるような方法を考えていきたいねということを今話している状況です。はい、すみません、平井からは以上となります。ありがとう、ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。状況が非常によく分かりました。じゃあ続いて吉澤さんもよろしくお願いします。はい、吉澤と言います、よろしくお願いします。今平井さんの話、伺って、ちょっと、まあ、世田谷、アンケートとしては、もう中央区の皆さんがアンケートをしたんだということを聞いて、ああ、世田谷でもやっていかなきゃいけないんだということで始めたので、あ、ほぼフォーマットとかを、活用させていただいてます。平井さんたちには、まあ、改めてこの場でお礼を申し上げたいと思います。で、まあ、アンケートを実施する背景には、まあ、私も、今子供が4年生と1年生、公立小学校行ってました。特に、まあ、1年生がなかなかこの、学校が始まらない、入学式も世田谷は6月に実施でしたので、なかなかこう区切りがつかない中でちょっと心配だなという気持ちと、まあ、あとは、いろいろな ICT の取り組みは私自身は、まあ、業務としては今ちょっとニッチで、分譲マンションのコミュニティ作りなんてことを今主たる業務にしてますが、まあ、以前には、復興支援で、東日本大震災の時にはですね、マイクロソフトさんやヤフーさんとご一緒して、仮設住宅への、パソコンを持った訪問ボランティアのコーディネートとか、まあ、そういったところで、あったり、以前、まあ、システムエンジニアの経験があったりするので、まあ、若干、認識があるというところで、このアンケートの前にちょっと勉強会をやったんですね。で、勉強会の時にこの中国の皆さんのアンケートのことを聞いたので、やっていこうじゃないかということです。で、タイトルは、オンライン教育から少し広く、公教育の ICT 利活用としました。まあ、私は以前から、緊急連絡メールのようなもの、世田谷区では一方通行の発信があって、例えばそこにウェブサイト見てくださいって書いてあるんですけど、URL が貼ってなかったりするんですね。
で聞いていくと文字数が制限があってとか、あとはウェブサイトが昔のフレームの作りでちょっと URL 取りにくいとか、まあそういうことなんですけども、まあそういうところに課題があるなと思っていたので、ちょっとテーマを広げて、キーワードをこういう形にしました。で回答数は1521名。それなうち、保護者が1087名。で、公教育 ICT 利活用に賛成か反対かというのは 99.6% が賛成。で、まあコロナウイルスの影響を超えて、利活用を望む声が、ほとんどでしたということです。で、アンケートの結果は、先ほどの中央区の皆さんのに、まあ、準ずるようなところで、まあ、具体的にその宿題の課題の山への不満とか、あとは先生と生徒の児童のコミュニケーションがこれほどまでに乏しくなっていいのかというようなこと、まあ、それから、もろもろですね、出てきました。もしアンケート結果ご覧になりたいという方、この画面から QR 読み取っていただければノートに、スライドショーが貼ってありますので、どうぞご覧いただきたいと思います。で、私たちはこのアンケートの後ですね、ちょうどおとといですかね、4月25日になりましたけども、教育長、それから教育指導主事、教育総務課長、中学校の先生をゲストに迎えてオンラインミーティングというのを開催しました。Zoom で開催して、本当は YouTube 生配信入れようと思ったんですけども、ちょっと教育長からちょっと怖いから、その部分は後で編集したものを出そうということで、 Zoom でアンケートを答えていただいた方に、70名ほど、あとは関係者ということで参加していただきました。で、まあ、タイトルもここも、ICT の C はコミュニケーションの C ということで、少しそのオンライン、まあ、学習、どうしてもコンテンツの方に目が行きがちですけれども、幅広く学校の運営の中でのコミュニケーションを、まあ、IT しっかり導入しようよというような意図を込めてタイトルを置きました。はい、まあ、こちらでは今教育委員会の皆さんへどういうアプローチをしているかというと、基本的には、さっきの中央区の皆さんのお話にこうする形で、ちょっとスライドないんで口頭でお話しますが、当初、学年を志望校でしたけども、端末の貸し出しがすぐに始まりました。それから学校の職員室には、電話が2本しかないという、だから電話もろくにかけられないんだという、そういう実態が分かって、まあ、これは多分世田谷区だけじゃなくて、全国津々浦々国公教育の現場、大体そんなもんだと思うんですが、まあ、そこを補完するために、iPhone を教育委員会から学校に、まあ、数台ずつ配ったりとか、あとは、教育活動用にモバイルルーターを貸し出せるようにしたりとか、あとはオンライン環境の調査も教育委員会が、ちょっとに日付忘れちゃいましたけども、5月のうちにやって、世田谷の場合は何らかの端末が用意できるという方が、もう本当に携帯とかスマホも含めてですけども 99.96% だったかな、まあ、ほぼ、まあ、実際には何とかつなごうと思えばつなげるということの回答を得ていました。まあ、ただ複数お子さんがいるところとかでは破綻するので、あまりその数字は、参考値かなと思っています。で、そういうわけで、まあ、今、教育委員会さんはいろいろな、まあ、動きを見せていますし、4月25日の時にもオンラインのまあ、活用事例というのは中学校、それから小学校、先生が直接、その Zoom に参加していただいてお話しいただきました。で、まあ、その辺で分かったことは、まあ、教育委員会先生が、まあ、ちょっとなんでそんなにできないのっていう背景にはやっぱり根本があって、ちょっとこれ画面にしてくればよかったなと思いますが、こっち見た方がいいかな。これの、散歩図を見てほしいんですが、できないのは、まあ、個人情報保護条例に、まあ、オンライン結合、ちょっと変な言葉ですけども、要は端末がまずインターネットにつながっているかどうかというのが一つなんですけども、まあ、その点でいくと、世田谷は学校のオンライン結合、インターネットにつながっている端末は校長先生の部屋にしかないみたいな現場が、一般的でした。で、まあ、それをまず変えないとできないから、Zoom でも Teams でも、まあ、私たちが一般的に使おうと思えば使えるものは、まあ、ほとんどの先生たちの学校の職員として与えられた環境ではできないのが、ルール通りの運用でしたということが分かっています。まあ、ですので、この数ヶ月間できなかったこと自体は、まあ、イライラさせられましたけれども、
その教育委員会、学校の外側のルールを変えていかなきゃいけないんだなということを確認しています。でこれに関しては世田谷区は、私たちは、議員さんたちとも連絡を取ってますけれども、議会の方向では個人情報保護条例の、改正、これ、こちらにオンラインでいらっしゃる方、詳しい方たくさんいると思うんですが、各自治体点でバラバラに個人情報保護条例を持ってますので、本当はね、世田谷だけ変わってもしょうがないんですけど、世田谷は世田谷で変えなきゃいけないという話と、あと、私も傍聴しましたが、個人情報保護条例は、審議会という仕組みがありまして、つなぎたいソフトやつなぎたい端末があれば、その時は審議会に、上申するというか、愚申するという仕組みになっています。これもそのこと自体がちょっとナンセンスだなと思うんですけども、今世田谷区の行政はそうやってルールを、運用しているので、6月30日にその、審議会を通して、その後、いろいろな活用を進められる手続きが一歩進んだというような状況です。ちょっと前に戻りまして、今後、その話でいきますと、今学校で、取り組まれているところでいくと、さっきの小学校の話は Zoom での朝会を、取り組んでいた事例、それから、その後どうなってきたか、他の学校に広がってきたところでいくと、実は世田谷区は、休校が終わって再開した後に、感染者が発生したということで、数日間臨時休校した小学校がありました。でそこでは、早速モバイルルーターとかですね、お子さんたちの環境を何とかして、それから学校の環境も何とかして、各学年、朝会を Zoom で、その休校中実施したということを伺っています。そういう意味では一歩具体的に進んでいるという状況です。あと端末の整備に関しては、今6月の議会の補正予算が通ってまして、28億円という予算で、48,000人、世田谷ちょっとやっぱり、23区最大の子どもさんの規模ということで、台数揃えるのはやっぱり年度内かかっちゃうと言ってましたけれども、48,000台、1人1端末、そして、今まだここは約束してもらってないですけども、学校と家庭を自由にハンドリングできるということを前提に整備を進めているということを聞いています。オンライン回線の増強も、可能な範囲で、積み上げるということを言っていました。そんなわけで、今後私たちとしてはこの活動の方向性としては、やっぱりそういうふうに少しずつ整っていることをきちんと保護者たちと、了解し合うというか、状況を把握して、そのことを、知った上できちんと要望とか、それから、もうちょっとこうやろうよとかっていうことができるのが一番、この困難の中で学校にとって健全なアプローチの仕方かなということで、話をしていこうと思っています。7月25日も今までこういうことがあったんだとか、学校の具体的なことを先生や教育長が、自ら発信して、まだ参加した方は少ないので、これから発信 YouTube とかに載せていかないと、まだまだその効用は出てこないですけれども、教育の最前線での取り組みというのを、私たちが間に入ってしっかり伝えるお手伝い、それから私たちもどういうことが必要なのかを一緒に考えていくということが大事なのかなというふうに思っています。はい、ちょっとこの、そういう今状況なんですけれども、今私たちの方で今後、考えていかなきゃいけないことを、ちょっと項目がバラバラなんですけども、メモをしたので、ちょっとこれをご紹介したいなと思います。一番最初に申し上げましたけれども、ICT の利活用は、コンテンツに目が行きがちだが、あくまで集団上のプラットフォームとしての利活用がコアだというふうに思います。それから、中央区ではまだ年内に揃わないという話もありましたが、お子さんの場合は BYOD、ご自分の端末も含めて考えるというのが、長期的な、現実だと思うんですけれども、やっぱり鍵は先生の側だろうと思います。職員数非常に不自由で、ろくに、メールのアドレスも先生はまだ持ってないわけですから、そんな人たちに ICT の利活用を求めるというのは非常に酷だなと思っています。
まあ、私たち仕事で普通に、ICT のツールを使うことが前提になっても、長い人だと30年とか40年なんですけども、まあ、教員だけじゃなくて行政官みんなそういう状況でないまま時間を過ごしてしまったので、そのことを取り戻すためにも先生たちの環境、それからフルアクセスですね、これをきちんと容認していく、まあ、今までは個人情報の管理上危ないからといって、閉ざされていたものを開いていくのは、まあ、私たち個人情報を預けている側もちゃんと認識して、そうじゃないとできないねってことをやっていかなきゃいけないと思っています。で、3番目はさっき言った通りです。これはNTT データの稲田さんという方がノートというオンライン ブログでたくさん今発信していて非常に重要だと思います。各自治体は個人情報保護条例改正していかないと、オンラインの教育に活用なんて全然おぼつかないよということですね。はい。4番目、これは、まあ、さっき私たちがオンラインミーティングをやった、まあ、理由になりますけども、これ学校で利活用を進みますと、当然ICT ですから学校の物理的な壁をやすやすと変えてくるので、まあ、家庭保護者それから地域がしっかりとその変化を受け止めていく。で、ちゃんとした使い方というか、危ないから持ち込み禁止とかっていう話じゃなくて、持ち帰り禁止とかじゃなくて、ちゃんとその次の次元で物事を考えていく、そういうことが大事だと思います。それから5番目、まあ、ここは一番大事なんですけど、学校世田谷の中では、中学校の事例を紹介したのは、実は西郷先生が3月まで校長先生をしていた桜ヶ丘中学校の事例でした。まあ、これまで10年間、いろいろなことを積み上げた上で、ICT の実践をこのコロナに先駆けてやっていたからこそ、いい事例として、例えば YouTube 配信、それからロイロノート、それ以外のコミュニケーションということをしっかりと活用している事例が出てきましたが、やはりそういうバックボーンが他の学校には正直ありませんので、そのことをどうやって水平展開していくのかという仕組みについては、まあ、これは私は全然プロではないですけれども、ここがどうなっていくかをしっかり見ていくということが一番の鍵だと思います。水平展開、要は学校ごとに違っていい面と違っていけない面の線引きがこれから変わるということだと思います。で、もう皆さんご承知だと思いますけれども、いいコンテンツは、まあ、インターネット上にあるので使いますればいいわけですから、まあ、それをどうやって先生たちが受け入れるかみたいな、そういうメンタルモデルを変えていくということが必要になると。で、そうすると、まあ、最終的にはこれもここで言うことが分かりませんけど、担任の先生はどっちかっていうとメンタリングが核で、教授法っていうのは、まあ、得意な人のコンテンツをうまく取り回せればいいみたいなことが出てくると思うんですが、そういう変化がどうなっていくかが大事ですね。はい、6番目は、やっぱりこの保護者の側からは何か協力したいって話になるんですけども、やっぱり世田谷は広いので、まあ、そのことが、まあ、ばらつきが出てくることが容易に想像されます。まあ、なのでこの協力も世田谷の中で、まあ、そのもっと広がってもいいんですけども、面的にちゃんとプラットフォームができないと、この学校ではこういう技術的な背景を持った人がいるからこういう応援されるみたいな話は正直今までの状況とさほど変わらないと思うので、そこも仕組み化が必要かなと思っています。あと3つ、7番目は学校保護者生徒児童のコミュニケーションが変わることを目的にしない方がいいと書きました。まあ、これはICT ですから当然コミュニケーションが変わるということになるので、よくあるのは学校側は保護者とこれ以上近づくといろいろ文句言われてかなわないみたいな、そういう、まあ、本当かどうか分かりませんけども、そういう懸念があると思います。なので、まあ、あんまりそこを強調することなく、ツールがちゃんと導入されればそういう必要なコミュニケーションができるというふうに考えていけばいいかなと思っています。それから、世田谷ですと議員さんの中にはまだ学校 ICT導入ちょっと懸念ありますみたいな声があります。まあ具体的には申し上げませんけども、まあ先生の働き方の側面で新しい負荷がかかるんじゃないかということとか、あとはその体験や探究学習というキーワードと ICT が相性が悪いと思っている方がいるようですけども、
まあ、これはもうすでに他の社会が前提としている ICT に乗ってない学校、情報化社会に移行してない学校ということをきちんと捉えれば、そんなこと言ってる場合じゃないなというふうに思います。まあ、最後、ちょっとこれはあれですけども、やっぱり、ICT のプラットフォームをベースに学習が進むと、まあ、いわゆる目の負担とか、あとはそのより体を動かさないとか、そういうやっぱり、身体的負担が発生するので、まあ、そういう時に、特別、例えばやっぱりゲーム、それからスマホは何歳まで与えるんだみたいな話もありますが、火を起こすのにマッチが必要です。これはまあ今マッチじゃないですけども、それはやっぱり火傷しててもちゃんと使えるようになった方がいいよねとか、カッターはまあ怪我するかもしれないけど、ちゃんと使ってそういうことができるようにしましょうみたいな話があるので、そういうのと同じように考えていったらいいかなというふうに思います。はい。ちょっと時間が過ぎているので、まあ、SDGs、いろいろ、ここの、話の中では、まあ、突飛ですけども、まあ、こういう話は、諸外国、まあ、今、さっき平井さんがね、そういうお仕事だって言ったので、私が言うのも恥ずかしいですけども、これ、実は日本で、これよく読み直してみると、まあ、全然実現できてないよね、と。なので、この ICT の導入っていうのは、やっぱりこの SDGs のターゲット達成の具体的な施策としてしっかり位置づけたら、ちょうどハマってくるのかなというふうに思いました。ちょっと雑白ですけども、私、一旦ここでお話を終わりにします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ぴったりお二人で30分で終わらせていただいて、ちょっと感動してるんですけども。これから少しちょっと質疑応答に入りたいなというふうに思います。皆さんも Q&A に書き込んでいただければと思います。はい、学校が、保護者の方々がこれだけの危機意識を持って動いた背景として、実際休校中どういう状況だったのかっていうことっていうのは、知ってる人もいれば正直知らない人もいると思うので、ちょっとそのあたりを、改めてお二方からお伺いしたいんですけども、いわゆるその時間割が配られて、時間割通りプリントが大量にポスティングされてくるっていう多くの学校が体験したそのモデルでしたか、ちょっとどういうオンライン入れてくれないとと思ったきっかけとなった休校中の学校の宿題といいますか、学習の対応がどういう状況だったかっていうのをお二方からお話しいただいてよろしいですか。はい、じゃあ私オフしてないのでそのまま、世田谷区の学校、均一か分かりませんが、私のところでは、学校に、プリントを取りに行って、こう密にならないように順番に先生のところに行って、宿題が手渡されてというのが、時に応じて頻度変わりましたけども、そのやり取りでした。いわゆるその郵送とか、まあ、ファクシミリとかではなく、紙を渡される形。で、タイムテーブルは、しっかりと作り込まれたやつで、家庭でそれをサポートしてくださいねということでした。はい、なので、まあ、そのごくごく、4年生なんかは比較的、まあ、それでもやってたかもしれませんが、1年生はなかなか何のことやらっていう感じだったと思うので、まあ、こちらも無理にその課題をやらせる必要はないなと思いながら、でも私たちの、まあ私46ですけど、年代的につい学校から出されたものをやんなきゃいけないと思い込んでいるその部分がやっぱり外せなくて、まあなんかやれやれ言っちゃってたなっていう感じですね。はい、まあちょっと、はい、私のプリントの話はそんな感じです。ありがとうございます。平井さんのところどうでしたか。あ、はい、平井です。私たちの方はだいたい学校がホームページは持っていたんですよね。でそこに各学年のフォルダが作られて、で時間割と必要な課題っていうのが、PDF で貼られてたんですけども、やっぱプリンターがない家って結構あって、みんな困ってたなというのは思いました。で、あと連絡が来ないメールで、もう勝手に金曜日の夕方に更新されていて、結構ママさんたちのなんかアップされたよみたいなラインが、クラスラインが回るという状況でしたね。
でやっぱまさにあの一枚一枚でなんかまあこれをやっぱその中に結構体験学習っていうかなんかクッキングしようとかあの体操しようとかもういいよって言ってなんかあの私ごめんなさい2年生の母なんですけども、まあ、そういうものがどんどん組み込まれてまあそれで本当仕事にはならないですよね。やっぱ一人うちプラスの年中さんの子供がいたのでまあなんか私 4,5,6 は記憶がないですね。なんか何してたのか仕事もしたのかも記憶ないみたいなはい、はい、子供もう2人を怒りながらとにかくやらすあの吉田さんと同じ私も同じ世代なんで学校から出てきたものはきちんと投げてないっていう風にやるとまあちょっとこれは軽く DV につながるんじゃないかと本当に危機を感じた時も何度もありました。家庭への丸投げで一方で本当に私 の、まあ、かあの会社の場合ちょっとインターに行ってる子も多いので、まあ、ちょうど横から聞こえてくるんですけどやっぱインターが完全にオンラインで完璧にフォローしてるのを聞くといや子どもの画面にこう1台与えてちゃんとあのそのクラスの先生たちのガイダンスに従ってやってるよみたいなことを聞くとあらこれはすごい差が出てきてるなと思いながら聞いてました。すいません余談、ホームページにその時間割がアップされて例えば月曜日の一限のこれはこのプリントですみたいなのがあってそれを書く過程でプリントアウトして書いて、はい出さないです。提出もしないんですよね。もうなんで自己判断に任されるっていう形ですね。だからあじゃあやってる子もいれば、やってない子もいる。やってない子も、うん、やっぱ漢字ね、60個書けって言って書ける女の子と、ね、2年生男子に書けって結構厳しいですよねみたいな。そうですよね。はい、その差はすごい。それもすごいママ会の中で話題になってましたね。そういう意味で言うと保護者から、まあ、それって、まあ、実はオンライン教育でも結構声としては上がってるんですけども保護者負担がすごく大きすぎるっていう声が大きかったってことですか不満の声としては。そうですね、まあ、まずもうとにかく計算と漢字ぐらいしか出てこないんですね。もっとこう、まあ、やるならなんか、まあ、体育とかならまだ分かるんですけどなんか、なんですかね、もっとこれをしもうどうしたらひたすらこう単純作業っていうかとにかくあの計算何枚プリント何枚漢字、母10個とかなんかそういうじゃないですか。だからそれを楽しんで子どもがやれるものではないものをひたすら出すっていうことに対する不満も出てました。まあ保護者の負担もそうなんですけどもっとこう本を読んで何か書けとか、これなんかこう探究って何ですかね、出すならもっと出し方あるんじゃないかなみたいな。でしかもかつそうですねフィードバックなしなので答えは載せてますので親で見といてくださいみたいなのは、まあ、学校教育の丸投げだなというふうに言ってる親は多かったですね。ありがとうございます。あともう一個伺いたいのが私今回吉澤さんにコンタクトを取ったのが実は学校こうなってたっていうのをノートに書いたじゃないですか。まさに学校は実は電話が2台で対応してたんだとか YouTube にアクセスできませんとか Zoom 使おうと思ったら個人情報に引っかかりましたっていうのが書かれていて、で日本の学校の ICT 教育の環境ってもう世界から見てもかなり後進国の状況で、ただ実はなんか社会的にはそんなことに日本の学校がなってると思わなかったって思ってる層も結構いたと思うんですよね。そういう意味で言うと今回お二方がもうこの状況になってみて、え、学校まだこんなだったのってちょっと驚いたみたいなことっていうのはどういうところにありましたか。あの私がですね、実はそのまあエリアマネジメントとかコミュニティ作りの業務があるので、まあ千葉市さんとやり取りしたときに実はまあある程度分かってて、それ3年前ぐらいですかね、あやっぱりそうかと思っていました。でそれはメールアドレスが要は1個しか学校ごとに運用されてないな、でまあそのアクセスできる人も限られてるなというところだったので、まあ私にとってはまあやっぱりそのままだったらはできっこないよねって思いましたけども、やっぱり相当リテラシーが高い方でもそんなことは想像もしなかったっていう方がまあいたので、まあ、改めて、いろんな情報を収集していくとやっぱり個人情報の話なんかは、うん、えぐいなぁと。それはあの学校だけじゃなくて、まあ、公共の、まあ、国はですね、あのこれ白川さんのちょっとチャットにも関係すると思うんですけど、国は結合の、指紋はもうとっくに外しています。平成29年に総務省が通達を出しています。で各地方の自治体にも通知が出てるんですけど、私は総務省に聞きましたら、その通知を受けて結合の条文変えたとこありますかって言ったら、ないですって言いました。
まあ、なのでそういう意味ではこの国家レベルでのアプローチは失敗していまして、でまあそりゃ学校が悪いって話じゃないよなっていうところで、だからまあ、あそうだったのかっていうのは、あこの野郎ではなくて、やっぱりそこから立て直していかないと今必要なものは得られないんだなっていうことの理解がすごく大事だなっていう、そういう順序でしたね。はい、ありがとうございます。平井さんどうですか？はい、本当吉田さんの話してたことはちょうど私仲いいママ友が小学校の先生で、はい、ちょうど全く同じことを聞いていて、先生たちが、まあ、自分の端末でにはもう全くアクセスができないとか、ズームもアクセスできないで、うちマンモス校なので一学年5クラスあるんですけども、やっぱり1日 5クラス以上ズームの朝会議ができなくて、というのもカメラが1台、回線が1台、その動画が送れる、でそれで本当なんか10分間一応ズームの朝会するんですけど、40人つないで10分間とか、はいじゃんけんぽい、はいおしまいじゃねみたいな感じで、これは何のためやってるんだろうっていう、こうなんか双方向よりもなんか通達されたからいい、とにかく頑張ってやったみたいな、学校もなんかやっぱ回線の少なさ、その端末の少なさで、うん、そうですね、そこはもう衝撃でしたね。やっぱね、先生たちが自宅で、だからその PDF 貼り付けるのも多分 PDF の結合ファイルを持ってないんじゃないかっていう、本当に数学1の1、1の2みたいなこうプリントが1枚ずつ貼られていくんですよね。なんかやっぱこれ想像以上だなと思いました。多分本当に吉田さんご指摘いただいた通り、そもそも変えないと、なんか本当にこれでオンライン教育って、私も今学校側に言うのはあまりに申し訳なくて、なんで今こっちの、まあ、有志の会のパパさんママさんとかで言ってるのは、まあ、やっぱりもう学校単位でできることをまず頑張りましょうと、 PTA で協力できることを、でうちの PTA がやった PTA 朝会も結局 PTA 会長がすごく Zoom と、Zoom プロ持っていて、まあ、自分の端末持ち込んで Wi-Fi ルーター持ち込んでつなぐというようなことをやってくださったりしていたので、やっぱ学校のそもそもの、本当にハードを整えてあげる、先生たちのそのきちんとまず個人メール、広島県方式じゃないですけども、ちゃんと全員にまずこの共通アカウントを設定するっていうところからやってあげないと、もう本当一歩も踏み出せなくなるなというのは感じました。ありがとうございます。今ようやくギガスクール構想で国がようやく本腰を上げて環境整備に乗り出そうとしているところかなというふうに思うんですが、その一方で先ほど吉澤さんの話の中でちょっと未だに ICT を入れるのどうなのって声があるって話もあったかっぱというふうに思います。で、世田谷区も中央区も区、教育委員会に今回いろいろとアンケート結果っていうのを、まあ、ある種提言といいますかされたかと思うんですが、その反応は具体的にはどういう反応でしたか？それは教育委員会の反応ということでしょうか？はい、はい、そうです。まあ、世田谷の場合は前向きに、捉えていただいて、基本的には、同じ方向を向いていると、まあ、過信かもしれませんが思います。ただやっぱりその整えなければいけないことが多いので、今どこまで行ってるかみたいなことはなかなかこう歩みが遅いので、まあ、それについては、まあ、オンラインミーティングみたいな形での、まあ、段階を踏む、そんな流れでしたね。で多分ですね、まあ、ロイロノートなんかを去年から導入していて、で今私の子供の様子を見てると、ロイロノートのアプリをテストし始めたり、Zoom の練習をしたりっていうことを自分の学校でもしたよっていうのことを言ってたので、まあ、いろんな地味ですけどもできることを各現場に落としていって進めていただいてるなと思います。あとさっき文科省の通知、中央区の皆さん貼り付けてたやつ、私たちもあれ流用させていただいたんですけど、そのことを受けて世田谷区では、教育委員会から各校に通知の、まあ、副写というか、教育委員会から学校への通知を出しています。ちょっと私それ控えもらっておこうと思ったのに忘れちゃったんですけども、これはもしかしたら他ではまだあんまりやられてないのを世田谷区はしっかりとされていて、でこの、市長さんからの質問にもありましたけど、校長先生は確かに年次が上なのでよく分かってない人 いるんですよね。だけど、まあそういうことも含めて通知が
教育委員会から出れば少しこう自分でどうあれ、まあ学校にいる先生たちの力を使ってやっていこうっていう流れは結構しっかりと出てくるんだろうなっていうふうに今は思っています。ちょっと中央区で通知が出てるか分かりませんが他でも出てないような気がするのでちょっとその視点としてはそこがちゃんとあるとやっぱり学校のいろんなところに浸透していく可能性は一つ出てくるかなっていう意味で、まあ、世田谷区はちょっと頑張っているなと思って、それはプラスの意味でちょっと共有ですね。はい、そうですね、学校が動きやすくなりますよね、そういうのがきちんといくと。どうです、中央区はどうでした、どういう反応でした。そうですね、中央区もなんですかね、なんかごめんなさい、私ちょっとなんか2回お会いしに行った感じはなんかちょうど私たちが行く前に自民党の議員さんからのまあ要請もあったりしてなんかこういう ICT 教育の推進っていうそもそものところは合意が取れてるなと思ったんですけども吉田さんの話聞いて本当世田谷ってあなんか進んでるなというか何かこうじゃあ何かが変化をしているかというとなんですかねオンラインその学校再開後じゃあ学校のホームページ活用されてるかというと全然されておらず、そうですね、一応デバイスを配りますみたいな6月議会の議事はあったんですけどやっぱりデバイスの話に結構終始していて具体的に、ま、ギガスクール放送はもちろんやっていきますというなんかというところは見えるんですけどもじゃあ具体的にどういうタイムスケジュールで今学校の現場をどう変えていこうとしているのかなという議事録は確認ができていないのいないです。すみません、私はちょっとそこできちんと食い込んだかというとすみません、ちょっとそこ の食い下がり方はちょっとあれだったんですけども本当に まずはデバイスというところは先行しているのかなと思っています。はい、吉澤さんから先生方の反応についての言及ありましたけど、はい、なんか平井さんも多分いろいろ先生方に話されてると思うんですけど両区において先生方は具体的にどういう、まあ、先生方も感じていらっしゃると思うんですよね。今回オンライン教育の必要性みたいなことって実際保護者からもこういう要望が上がっているそれを踏まえてなんかどう実際どういうふうに思われていたのかなっていうような声って届いてますか。その4月25日オンラインミーティングには小学校の先生お一人と、まあ、中学校の先生お一人出ていただきました。でその3方はやはり非常にその子どもたちとの距離が離れてしまっていくことを憂慮していて、まあ、お一人の小学校の先生はまだまだその環境が整わないうちに自分の端末の持ち込み許可を校長に申し出る、で Zoom を使う、Wi-Fi のルーターは先ほどちょっとご紹介した教育委員会からの貸し出しを使う、このような形で、まあ、ご自分で環境を整えて、まあ、できることをやろうとされてました。で、まあ、桜川中学校の話は実はロイロ社から、先生に iPad LTE 入ってるやつが全員提供されてるんですね。なので先ほどの先生方のデバイスの環境は、まあ、ほぼ十分な状態で、で、そこでは先生たちが3つの班に分かれて、YouTube 配信班とそれからロイロ活用班とあともうちょっと全体の話っていうことで、職員がその 3点に分かれてその全てのことを共同して取り組んだって言ってました。まあ、そういう意味ではこれはすごく例外的な好事例なので、まあ、それで安心するというかむしろ不安になるという感じですけどもそういう局面はありました。やっぱこれが、私はその桜川中学校の隣の隣の中学校の校区ですけども、まあ、全く違う状況なので、まあ、いい話は聞いたけど、次どうしようかなみたいな感じですかね。はい、そんな感じ。なるほど。ありがとうございます。平井さんどうですか？そうですね、学校の先生たちとしてはなんかごめんなさい、私の聞いてる先生たちの話だとやっぱ再開後のいかに年度内に今年度の学習を終わらせるかということにかなり邁進をしてらっしゃるなという感じはしています。 ICT はもちろんオンライン教育進めなきゃいけないんだけどとにかく今再開した以上これをいかにしっかり進めるかというところの話が中心になっていて、具体的に何ですかね、今こう進めてますというところの話は私の担任の先生とかからは聞けてなかったです。ただ、やはりこの休校になった時とかあと、まあ第2波が来た時あとまあ震災とかも含めてそういう備えっていうのも必要、まあ、非常に休校がまた起きることに心配をというのはしているというのを聞いています。
で、ただなんか ICT 担当の先生たちが研修を受けたりはし始めているというのは聞いています、はい、ありがとうございます。こんな質問が来ていて、その年齢層高めの先生たちは学校でも決定権を持っているけれども、まあ、なかなか、ICT に対する理解という部分でも不足がある。で、その中でそれが理由で積極的になれない学校というのもあるのではないですかっていう質問が来てるんですが、どうでしょうか。学校が積極的に慣れてないのか否か、そして慣れてないとするならばその原因はどこにあるのかというあたりはお二人どう考えられますか。はい、私から、これはご指摘の通りだと思います。で、例えばさっき一つの小学校ではルーターを貸し出しとか、その校長に許可を取ってということなんですけども、他の学校では何が起きたかというと、環境が全く整わないのでそのご要望には答えられません、ガシャンという答えが平気で返ってきてて、なんだその差はということになっているんですが、まさにそれはこの、匿名の方のご質問、やっぱり先生がきちんと必要性をご理解になっていないで回答しているケースはやっぱあったんだろうと思います。もしくはそのルールが整っていない、もしくはルールが整っている今そのライブ感みたいなものを横で共有していないということで、実際にわからないというよりは、まあ、様子なんて情報が届いてないので断っちゃってたケースもあるんじゃないかな、そんなふうに思っています。なるほど、ありがとうございます。吉田さん、なんか補足とかありますか。大丈夫です。はい、吉田さんと本当同じで、日本橋小学校が、まあ、そのズームオンライン朝会議、これ2日に一遍ぐらいやってらっしゃったんですけど、各クラスで、まあ、そこが進んだのはやっぱ教頭先生と校長先生の理解がすごく良かったというのはやっぱり聞きますね。やっぱすごく学校先生の、校長教頭先生のカラーは出るなというふうに感じています。で、やっぱり思ったのが、じゃあどれくらいの割合で ICT のヘルパーさんって来てるんですかと、一応なんかそういう予算取ってるっていうんで聞いたんですけども、週に1回とか言ってちょっと寄って、なんか各その ICT のその担当の人が何個か掛け持ちしてるっていう中で、なんかこうどうすればいいかわからないままこう放置されてる問題で、かつこう今再開になって、とにかく学校を年度内に終わらせなきゃいけない問題っていうので、学校の先生たち、まあ、確かに考えれないよな。なんかそういうなんか ICT のヘルプに、ヘルプデスク的な役割をちょっとなんか教育、保護者とかでできないかっていう話もちょうどしています。もうなんかそこがなんか絶望的というか、なんか、はい、先生たちもどうすればいいかわからない、ガシャってなっちゃってるなという気はしますね。ありがとうございます。あと私から2つほど聞きたいことがあるんですけど、1つは今回その正直、まあ、我々も学校の ICT 化ずいぶん前から整えるべきだっていう運動をしていまして、もっと前に整えておけばこんなことにならなかったではないかと思いも正直ありますと。で、なので今回保護者から要望上がったけれども、これまでも上がっててもおかしくなかったと思うんですよね。というのもこれまでも地域によって、例えば熊本なんかは、まあすごい昔ではないですけども、まあ、整えていたっていうのがあったから今回円滑に、オンライン教育が導入できたということを考えると、これまでは全く声は上がらなかったんですかね。それともこれまでもそういう自分たちの地域でも整えてくれって声はあったんですかね。で、もしなかったとすると、そこら辺はその理由って言いますか、関心がなかったということなのか、そのあたりどういうふうに捉えていらっしゃいますか。ああ、じゃあまた私から。熊本もやっぱり地震があってのトリガーだったと承知しています。まあ、今回やっぱりコロナ災害なので、そういう意味では、ようやくそういうトリガーが保護者にも引かれたかな。で、今までは、まあ、私はそういう意味では、例えばかつてのネットデーの取り組みとか、まあ、伺ったことがあるんですけども、まあ、一時あったものの、まあ、それは例えば横浜では頑張ったけど、世田谷では別に誰も何もやってないみたいなことですかね。で、まあ、なかったと言っているかな。で、ベテランの教員の方とこの件で、お話しして、30年来学校に ICT 導入しようと思って奮闘してきた方なんですけども、まあ、保護者と連携をするして導入を進めようってことは今までなかったので、すごく注目してるよというふうには言っていただきました。で、私自身はちょっと話飛びますけど、ティール組織っていう方の中にESBZ というベルリンの学校の話出てくるんですけど、やっぱあそこ保護者が運動の核に立っていて、あの事例をたまたま解説の神村賢秀さんお知り合いなので伺った時に、あ、学校日本で変わらないのはやっぱ保護者の
が非常に重要なステークホルダーなのに、今まで運動、要は教員や教育関係者は一生懸命やるけど、保護者を巻き込むことは一切なかったと言っていいんじゃないかと、そういうところに気づいたんですね。私も運動する側でもある面もあったんですけど、やっぱここは保護者としてちゃんとこうじゃないかと言っていく、考えていくということが大事だなっていうのはまあ思ったところです。はい、そんな感じですね。ありがとうございます。平井さんどうでしょうか。はい、本当にお恥ずかしながら、もう学校は行ってくれて元気で行けばいいっていう、なんか親の自分勝手な、はい、で、まさにもう学校の、まあ、変な話、授業の内容についてはもっとこうしたらいいんじゃないかなって思いはあっても、なんかそこってこう口を出しにくいっていうふうに私は勝手に 思い込んでたんですけども、やっぱりこうなんか先生たちがやりたい、まあ、そうなの。そうですね、もうなんか本当時代が変わったというか、なんか本当ニューノーマルに入った時にここまで変わらなかった学校っていうのを見せつけられたのは、もういい加減に、いや本当にちゃんと、まあ、働きかけるだけじゃなくて、PTA もなんか PTA も未だにベルマーク委員会がありますよね。なんかPTA だってベルマーク委員会よりも ICT 委員会を先に立ち上げなきゃいけないのに、なんかそういうところにじゃあどこまで私は自分はやってきたんだろうというふうにやっぱ改めて思い返りました。で、学校にリソースがないならやっぱ保護者が手伝うっていう、まあもう良くないんですけども、なんかやっぱこの行政任せというか、やっぱそこに限界をとても感じたタイミングでした。で、本当に言わない、声を出さないと承諾したことでしかない、ならないなというのは本当に思っているので、まあ、きちんと学校を手伝う、学校なり、まあ、教育委員会がどこに困ってるのかっていうのはもっとちゃんと聞かないとなと思ってます。なので吉澤さんがやってらっしゃった世田谷のオンラインミーティングとかすごいいい取り組みだなと思いました。私たちも2回ほどあったんですけども、教育委員会の方にやっぱなんか全部こう保護者の声をこう渡したら、すごい教育委員会側は喜んでくださっていたので、こういう声聞きたかったんですというのを、やっぱそういうのはきちんと伝えていかないと、なんか伝わらない、まあ、当たり前ですけど、伝えないと言わないと同じことなんだなというのを感じたところです。本当パラダイムシフトが起きたんだと思います。で、ちゃんと備えていかないといけないと思います。平井さんの話ちょっとかぶせたいんですけど、どう聞いたかが確認できるかどうかってすごい私たちがやってみて違いだろうと思うんです。多分、教育委員会にはものすごい量のクレームが今回入ってるわけで、で、まあ、アンケートの字面にならなくても同じようなことは、まあ、承知してるだろうなと思いました。ただそれをどうしようとしてるのかっていうことがわからない、要はレスポンスがないことが最も私たちにとって厳しいことなので、これ台本そっくりまたいただ、アンケートのひな方いただいたので台本案をお送りしますので、このぐらいだったら話せるよっていう相場感があると思うので使って、ありがとうございます。はい、ぜひ協力ください。嬉しいです。ありがとうございます。最後の質問なんですが、今後のことでして、で、なんていうんですか、今回 ICT だけじゃなくて、まさにこれまで150年間変わらなかったと言われる学校のいろいろな課題がある種浮き彫りになったんだと思うんです。今回そこそ一斉授業ってこのままで良かったんだっけとかってことも含めて、で、民社会全体で学校って何だったっけとか、教育って何だったっけってことを改めて考えるきっかけになったのではないかなっていうふうに感じてます。で、ちょっとお二方から見て ICT だけに限らず、今の学校の課題ってどこにあると考えていらっしゃるか、そして今後より良くしていくためにどういうことをしていくといいと考えていらっしゃるかということについて最後にお話しいただければと思いますが、いかがでしょうか。はい、吉田さんお願いします。はい、すいません、個人的にはその桜ヶ丘中学校の西郷先生が3月で5体になりまして、あ、これはさ、この先その10年間の取り組みどうなるんだろうと先に思っていたところがあります。で、まあ、そこで実践されていることはやっぱり学校が、来ることが前提になっていて、ね、義務教育というと学校に通わせるということになっちゃってるわけですけども、やっぱり、それを少しでも緩めていこうというのが、西郷先生の、まあ、取り組みの核だったんだろうと思うんですね。で、まさにその緩め方として ICT はまさにこれ以上ないというか、まあ、これがその最適解だと思うんですけども、
まあ、学校に行きたくないとか行きたいとかっていうことを、まあ、これから学校は超えていかなければいけないので、そこがまあ各で、まあ、インクルーシブ教育とか、あとはまあ、ホームスクーリングとそのスクーリングの、まあ、ハイブリッドみたいなことを、取り組まれている方もいますけども、まあ、そのあたりのことはこのコロナ禍で、まあ、いつになったらそうなるんだろうと思ってたことを現実にするのが最も合理的というか、その思想の問題ではなく物理的に来れる来れないってこと、壁があるうちにそのことを浸透させていったらいいかな。ただまあ、本当に大きな変化になるので、先生たちがやはり非常に負担がかかることになって、そのことを支える仕組み、今でさえも破綻していると言われているところで、もうそんな大きなこうなたを振り回したらある種その血だらけになってしまうと。今もこの半年、横浜の住田先生とかは非常に学校の現場疲弊してますって何度も何度もおっしゃっていて、この私たちのアプローチも、まあ、その負担をかける一端かなと思ってちょっと心苦しいんですが、やっぱり先生たちのその、まあ、あり方を誰がこうモデレートしていく支えていくのかがあればいいなというふうに最終的には思っています。はい、以上です。ありがとうございます。平井さんどうでしょう。はい、ありがとうございます。私も小学校2年生の母として、まあ、これまで、まあ、学校を元気に行ってくれればいい、まあ、そこで体を動かして元気に帰っておいでみたいな感じで考えてしまってた自分を本当改めて感じています。でやっぱオンラインはなんか本当にICT が進むと、その吉田さんご指摘の通り、まあ、インクルーシブが圧倒的に進みますよね。やっぱ学校40人に1クラスってもう無理がやっぱりあって、30人40人いる、まあ、特に低学年から本当に難しくて、で学校の先生たちの負荷っていうのが本当に大きい中で、まあ、本当 ICT がもっと入ることで、例えば授業一つ一つ全部組み立てを考えなくても、そういうものを活用するディスカッションはオンラインでやるとか、なんか本当ハイブリッドをもっと将来的に考えていけるんじゃないかなと思います。あとやっぱりその GoTo キャンペーンとか見てると、なんか本当日本政府って将来の子たちになぜお金をかけれないんだろうと、私はすごく悲しくなってしまうんですけども、やっぱりこの ICT はお金をなんか政府から取ってこれるとてもいいタイミングだと思うので、まあ、なんかここはうまく文科省って、ね、強くないんですかね、よくわかんないんですけど、やっぱりしっかりここで次の子どもの世代のためにお金を取っていく、それは震災、その防災の観点でもそうですし、本当に無理して学校に行かせてるっていうことがやっぱり厳しい家庭も厳しいところもあると思いますし、やっぱりあともうふと本当にふっと外を見ると、本当世界各国でこんなことになっている先進国って日本ぐらいですよね。本当に全くサポートせず2ヶ月もコロナの中で放置された先進国、私は日本だけだと思いますので、まあ、そんなことで今後人口減少とその本当にマーケットが縮小していく中で、どう子どもたちは何ですかね、もう公教育はなんか公教育に行かせないと結局格差だけが広がっていくし、何て言うんですかね、なんかこうとにかく公的な予算をきちんと学校に入れていく、で格差をもうこれ以上広げない、で当たり前の ICT ツールを持つっていうのはもうこれからの世の中では当たり前だと思うの でそれを一方で学校だけの負担がこれ以上増やしちゃいけないっていうのはもう全くなので、人と予算をきちんと手当てしていくということは本当に重要だなと思っています。はい、本当にこんなに自分親にとっても働く親は本当に私とか特に子どものへの目配りが足りなかったなと今でも思うんですけども、本当に真当たり直感できたので、一緒になんか学校とか学校現場と伝っていければなと思ったところです。ありがとうございました。ちょっとそろそろもう時間過ぎてしまったんですけど、まさにそのコロナ禍でその世界中の人たちがやっぱり教育だけに関わらず、一人一人が自分で考えて行動することでしか緊急事態では対応できないし、新しい社会を構築できないってことを感じたと思うんですよね。で教育もやっぱり今変革を変わらなくてはいけないタイミングだと思うんですけども、学校だけにやってよやってよやってよっていうな態度ではなくて、やっぱ保護者も一緒に取り組むことによって学校が変わっていく、まあ、そういう見本を、世田谷区、そして中央区が見せてくれたんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、このケースっていうのとのまさに水平展開って吉田さんおっしゃってましたけど、もうこの保護者と学校のタッグの仕方みたいなことも全国に広がっていくと嬉しいなっていうふうに思います。
というわけで今日これでオンライン進歩をおしまいにしたいと思います。大変お忙しい中どうもありがとうございました。吉田さん、平井さん、ありがとうございました。そして視聴者の皆様もありがとうございました。最後にアナウンスだけすると、次回がブロックチェーンと教育のことですねを議論する会が29日です。それからその時に Google の、スチュアート・ミラーさんが、あと奈良教育委員会の、実践例と、含めてお話ししてくださることになってますので、そちらも関心があればご参加いただければと思います。というわけで改めまして、登壇いただいたお二方、そして視聴者の皆様どうもありがとうございました。